死雲ゴルフクラブは新潟県柴田市元里に広がるゴルフ場である。柴田から死雲寺海岸は梶川に沿って広大な赤松の原生林が広がる砂丘地帯である。1961年10月、砂丘地帯にゴルフ場を作ろうと葉山健二郎は恵まれた当地を見て請求に動かざるを得なかった。1962年、 新たなゴルフ場の建設に向けて、母体会社、東新企業株式会社を設立、社長には葉山が就任した。葉山は地元の市運事情に相談し、町役場内に対策本部を設置した。用地の買収は葉山の資金で始めたが、財界も動き株式会社新潟総合銀行社長、大森健二が支援に加わった。コース設計は、 霞ヶ関カンツリークラブの藤田金也に依頼した藤田は自然の大木を大切にした。千葉カントリークラブでは大木は決して切らず移植もせずに設計変更した。グリーン後に使ったりフェアウェイやグリーンの前に置いて戦略化を図った。1965年12月、カジカワコース9ホールが完成し、会場、1968年3月9ホールを増設。 カジカワコースは18ホール規模のシーサイドコースが開場された。1970年7月、コース設計をデニス・グリフィスに依頼して、イーデコース9ホールを増設。1995年、9ホールを増設。イーデコース18ホール規模のコースが開場された。ゴルフ場の敷地は全体的に平坦で、各ホールが赤松林に仕切られた林間コースである。 カジカワコースは歴史を感じさせる大きく育った松の木が表すように日本庭園を思わせるコースである。イーデコースはカジカワコースとは対照的なアメリカンスタイルの戦略性に富んだコースである。日本のプロゴルフメジャー大会の一つ日本プロゴルフ協会主催競技でもあり日本選手権大会に相当する日本プロゴルフ選手権大会などの大会開催の実績がある。 郵便番号957-0236新潟県、柴田市元号211番地。ありがとうございます。